大きなあくびね。ちょっと大丈夫？ねえタクト、疲れてるんじゃない？さっきからずっと眠たそうよ。謝らなくてもいいわよ。ダーリンが私のためにお仕事一生懸命頑張ってくれたってことだけですごく嬉しいんだから。それにほら、そういうことを隠すよりちゃんと見せてくれた方が恋人らしいじゃないね、ダーリン。そうね、タクト、きっと離れている時間が二人の愛をより一層高めるんだわ。うん、タクト、私もよ。情熱的なラテンのリズムで愛を踊りたいわ。タクトも？私もそうなのよ。どうも最近みんな私と微妙に距離を取ってるんだけど。みんなそんなに気を使わなくてもいいのに。でもタクト、やっぱり最近少し働きすぎじゃない？真面目に働くタクトなんてあんまりタクトらしくないと思うな。私それって今回の任務のこと？私たちが休暇中にそんな事件が起きていたなんてね。最初に聞いた時はびっくりしちゃったわ。こうしてみると本当に遠いわよね。言われてみればそうね。前に辺境調査に行ってからまだそんなに経っていないのに。そうよね。毎日賑やかでなんか全然長旅って感じがしないわよね。もう少しで到着するんでしょ？そこで一体何があったのかしら。やっぱりぼやけててちょっとよくわからないわね。それじゃあ調査艦隊は？ああ、もう辛気臭い話はなし。その辺を何とかするために私たちが外縁整形組んだりにまで派遣されたんでしょ。それは今ここでごちゃごちゃ考えても全くの無意味よ。結局はこの目で見なきゃわからないんだから。だからこそ今は今できることをやればいいの。ほら、タクトが今できることは？わかってるじゃない。それでいいのよ。何を、もう、あなた待って。そんなこと言わなくていいの。だいたい言われなくったってもうわかってるんだから。タクトって時々すっごく意地悪になるのよね。してないけどちょっと怒ったかな。ギュッて抱っこ
う。ギュって抱っこしてくれたら許してあげるって言ってるの。私ね、こうやってタクトの意外に大きな手で抱っこされるのってすごい好き。タクト？ねえ、タク…おい、タクト、タクト、タクト！あの、寝ご、ま、だ、ああ、しかもそれ、やっぱ、お前、はあ、しま、ま、今、どう、はい、敵艦、わかってる、エルシオール！お前、あら、石橋を叩いては、どうかなんとか言って、本当のところはど忘れしてるんじゃないの？でもま、信じてあげるわよ。わかった。